カンの南西州の州都。カメルーンの英語圏の中心都市であり、分離独立を主張しているアンバゾニアが、首都と宣言している。2012年の人口は119,039人。カメルーン山の東斜面、標高870メートルに位置する。標高が高いため過ごしやすい気候であり、そのためこの地方に入植した、ヨーロッパ人の開発拠点となった。 茶の栽培、加工が盛んである。ブエアの土地は、バクウェリー族により17世紀から18世紀に、肥沃なカメルーン山の斜面6の土地が、農業に適しているとし、集落を築いて定住していた。後に、ドイツの植民地政府が、この肥沃なカメルーン山の斜面の土地が、植民地貿易とプランテーション農業に適していると、ブエアの植民地化に乗り出した。 1891年、カール・フォン・グラフェンロイトを率いるドイツ軍は、バクウェリー族が住む、ブエアを攻撃し侵略しようとするも、ドイツ軍のブエア遠征は、失敗に終わった。1894年、再び、ドイツ軍が、ブエア遠征に乗り出し、ブエアは、ドイツ軍に占領された。1901年、ドイツ領カメルーンの首都になった。1919年、 第一次世界大戦終結後は、イギリス領カメルーンに属した。1949年、カメルーン植民地が南北に分割されると、イギリス領南カメルーンの首都となった。1961年、英領南カメルーンが住民投票により、カメルーンに併合されるとともに、カメルーン領となった。2017年、 分離独立を主張していたアンバゾニア連邦共和国がブエアを首都と宣言した。2018年アンバゾニアの分離独立派の武装勢力がブエアに侵攻しカメルーン軍と衝突した。ありがとうございます。